そうですね、本当に今年は全力でサッカーを楽しみたいっていう思いを今、はい、持ってます。そうですね、去年もなかなか勝ちが取れなかったので、本当に皆さんに勝ちを届けれるようなプレーっていうのを見せたいっていう思いがあります。そうですね、本当に気持ちのこもったプレーっていうのを一試合一試合見せて、90分通した中で勝ちっていうのを皆さんと一緒に喜べるようにピッチで見せていきたいかなっていうのは思います。そうですね、本当に、まあ、那須さんが求めるサッカーっていうのをチーム全員で意識して、ホーム開幕戦にしっかり見せれるように準備していきたいかなっていうのを思ってます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。そうですね、僕昨年第2子が生まれたので、もう本当にあまり余裕なくわたわたと育児をしながら迎えたという感じです。はい、まあ、新たな気持ちで、まあ、2022年を迎えて、で、まあ、僕自身2年目ということもあって、確実にその J1 昇格のために結果を残していくということで、まあ、自分の個人的な目標っていうのを祈願しました。そうですね、まあ、個人的に数字として挙げているのが、毎試合僕の中の基準を設けている効果的なパスっていうのを毎試合5本以上通すっていうこと、まあ、あとは、まあ、チームとして失点数っていうのを、まあ、25に抑えなければいけないなと個人的には守備の人間として感じているので、そこの数字を、はい、願いました。僕自身はいつもまずはチームのために貢献することっていうのが一番 でその後に自分の良さとか自分のしたいプレーっていうのが出せればいいなとは感じているので、まずはチームのためにどういった貢献ができるかっていうのがまず先に来るので、まあ、そういった空気っていうのを僕自身が出していくことでチーム全体の雰囲気が良くなっていけばいいなとは感じてます。そうですね、まずはその開幕戦で僕たちが今年の山口は違うぞっていう姿をまずは見せなきゃいけない。でいいスタートを切れるように、まあ、一つ一つのプレーであったり、まあ、そういったまずは勝ちたい、勝つんだっていうその結果に対する姿勢っていうのはまずは見せていきたいなと感じてます。そうですね、また新しい気持ちでこのレノファ山口というチームで僕の持ってる力を全て出せるように、まあ、まずは全力で戦いたいなという気持ちでいっぱいです。そうです、まずはいろんな人からの信頼を得ないと試合には出られないと思っているので、信頼を得てそこから戦う姿勢を常に見せて、戦う姿勢でみんなを引っ張っていけるようなプレーをしていけたらなと思っています。そうですね、僕のロングフィードであったり縦パスであったりと攻撃にアクセントを加えれるようなプレーをして勝利に貢献できていけたらなと思っています。やっぱり去年北九州でプレーさせてもらって、ああいう形で、チームを離れるっていうことになったんですけど、やっぱりその移籍するにあたっていろいろと僕自身責任も生まれているので、その責任をやっぱりこの山口でプレーで示していかないといけないと思っているので、強い覚悟を持って今年は頑張っていこうと思っています。そうですね、やっぱり開幕戦っていうのはやっぱりすごく大事になる試合なので、スタートの練習からみんなでコミュニケーションを取ってその1試合に集中して臨めればなと思います。今年の目標は、個人的な目標はやっぱり全試合に出場して少しでも多くの勝利をするっていうことが僕の今の一番の目標です。やれるだけの戦力は整ったと思ってるんで、あとは本当に、明日が楽しみな気持ちでいっぱいです。いやもう選手がね、全員が怪我なく、シーズンを一生懸命戦えるようなにお願いしてきました。僕が、就任してからもずっと言ってきてるんですけど、もちろん、
J2 のカテゴリーにいる以上は J1 を目指すっていうのは当たり前なんですけど、そこを目指すためにはやっぱり、一つ一つ目の前の試合を 100% 戦うというところを、また継続してやっていった中で、その姿をサポーターの方たちが見て、またあのスタジアムに応援したい、しに行きたいというチームにしていけたらなと思ってます。いや、もう当初から言っている通り、自分たちからボールを前から奪いに行って、で全員で、守備をした中でゴールに向かうっていう、レノアらしさというか、そういうサッカーを開幕からできたらなと思ってます。そうですね、J3 で優勝して、その勢いのまま、来られると思うんで、それで大木さん、監督が大木さんなので、本当手強い相手だと思ってます。ですけど、自分たちの、サッカーができれば、いい試合が出ると思うんで、そこを突き詰めていけたらなと思ってます。他を見たらね、派手さはないかなとは思うんですけど、去年戦ってみて、そこをベースに、また成長できるメンツを、メンバーを揃えたつもりです。なので、全然、難しいなっていう感じは僕はしなくて、僕もそうですけど、チームが成長できれば全然、勝てるメンバーだと思ってます。わかりました。期待します。はい。